はいみなさんこんにちは2021年ここが出た官業本試験解答速報私専任講師ね AX 専任講師の私小野と申しますよろしくお願いいたしますさあで皆さんね改めまして官業本試験受験お疲れ様でございましたはい私はですねこの法令の部分ですね今日皆さんが受験なさって まあね、大変な思いしたかと思いますけどね、えー、お疲れ様でございました。その法令の部分についてね、えーまあ、解説ではななないいんんだなととうことなんです、えーね、お話をさせていただきますが今申し上げましたようにあのこの「回答速報」というふうにねお話をしましたけれどもタイトルね紹介しましたが「正解詞何番」とかね「えー、まあそれがね、えー、で合格基準点はこれくらい」とかっていうのは えー、今回はお話しでできないいんんす申し訳ございません <laughs> いや今一ですね分析をしている最中でございましてねでもってあの、まあ、私が担当するのはあの法令の部分民法それから区分法ね、えー、それからあとは借地借家法と宅建業法あたり、まあ、そのあた視野に収めまして私お話をさせていただくんですがただ、えー、一問一問全部を、ねえー、細かく解説をするとか。 あと、ね、今申し上げましたように正解者は何番であるとか、えー、だから合格基準値はこれくらいになるとかねえー、いうお話は今回はできないんです <laughs> もうデータがないんですね、まあ、裏付けになるデからまあその全部でですねそう16問ぐらいになりますね私の担当はまあただあの,、まあ、かあの管理業務所有者さんの試験の場合には、えー、区分所有法 以上ちゃんちゃんというよりもね、えー、これまあ規約も絡んでくるんじゃないとかいう問題もありますねで規約につきましては標準管理規約等々ね、えー、規約とあとは適正化法は有山先生、ね、担当していただきます、えー、でもってあのいわゆる会計設備ねあとは設備系法令とか、えー、そういったあたりは亀田先生、えー、3人でね分野を分けましてお話をしていきます まあですからね、えー、もしかしたら、ねあのー、少しかぶってしまうところがあるかもしれませんけど、まあ、その辺りはね全体としてまあ総合問題もあったのかなと思って聞いていただければいいです。で今申し上げましたようにね何番、えー、と,とかね今は言えないんです。でまああのただえっ、ー、とですね、まあ、ちょっとお見せしようかな。でまあこんなふうに、ねえー、今日の問題ね私ね、えー、まあこうやってコピーをしてねいただきましてあとですねこれはちょっと薄いんですけどね えっみ,みんなでねあのスタッフで集まってね講師集まってこうやって回答出しをしたんですよ。えー、まあこれねどこに書いてあるかね,、まあ、ねやったんでまあその間違いないと思うんですけどねただ私が例えばこれね「えー、問いの何番の正解詞何番です」と言っちゃってねでもってもし後でいやで、ね、誤解があってこれ訂正が入るとか言いますとねまあなんだろう、えー、私がですね、えー「あのあいつがね当日の,ねあの夜に嘘を言った」と。 えー、あいつは嘘を言ったと言うんだろうのはいいんですが、まだね私が誤ればそれで済むんですけどね。えー、ただ場合によってはね、えー、レックの情報は嘘であるとか、ね、えー、レックは嘘をつくね、えー、予備校であるとか、言われますと他の先生方にも迷惑をかけちゃいますだ。すいません。あの、えー、っとね、まあ何番が正解とかこれ言わないようにしていきます。また時々あの間違いないとこ言っちゃうかもしれませんけどね。えー、っと多分それは大丈夫かなと思うところはね、えー、言ってしまうかもしれませんが。 だ今回そういう回ではないということをね、えー、あらかじめ知っておいてください。でこれ全体的ですね私ね、まあ、あの50問全部でいきますとうん、まあ、難しくなったっていうか、まあ、レベルは上がったのかなっていう気はするんです。うん難しくくなった解きにくい問題もんうあとはですね個数問題が12個ですね全部で。 で法令のところはねさすがに、まあ、個数問題はね2つぐらいしかなかったんですけどね、えー、ただ他のところで、ね、個数問題が全部で12個あと組み合わせ問題ですよね正しいもの適切なものねあるいは誤っているもの誤っているもの不適切なものね組み合わせろと、ね、4つですねまあですから全部で16個ですね16個ねまあございましたってことですだからこれ結構ね 解きにくいといとう皆さん印象あっったかなって気はしますまあただですねあの,その点は本当わからないんですよだから合格基準でがね下がるかと。ねえー。いうことになりますとねまあ去年37でございますからそれより上がることはまずないと思うんだけどねまあ若干下がるんじゃないかって気はしますけどだこれもねデータが集まらないとわからないんですよ。何かというとね えっと、我々、例えばでございますが、法令でいきますと、えっ、ー、と、あれがありましたね、あの、債権者代権ね、問いの3番ですか。えー、債権者代権なんてございましてね、問いの3番ですね、これ移しちゃおうかな。えっ、ー、と、で、あの、正解は何番ってことは申し上げられないんでございますが、時々言っちゃうかもしれませんけど、あまり気にしないでくださいね。えっ、ー、と、まあね、あの、そうかなというふうにね、聞き流してもらえればと思います。 まあ,あとは問いの3番ねであの私あの皆さんね受験終わってるというかね今日受けましたという方を、えー、担当ねまあ,あのね念頭に置いてですねお話をします。ね、今日ね本日12月5日ですね、えー、本日試験を受けましたとだからお手元にこの問題がありますよという方を想定してお話をしていきます。だもしかしたらね皆さんの中に、えー、っと管理業務主任者試験どんな感じが出るのって。 ま,あだからまだ受けてはいないんだけどちょっと聞いておこうかなっていう皆さんいらっしゃったらねちょっとごめんなさいっていうのはこの文字の大きさです <laughs> えこんな感じでいきますから、まあ、全体映したいんでね全体映したいんで、えー、だからグッと寄りませんので、えー、スマートフォンなんかでご覧になってる皆さんちょっとちっちゃいんだけどっていう方いらっしゃるかもしれませんがそこはお付き合いくださいでこんな感じえー、っとマンション管理組合法人 A 区分所有者 B に対して有する A200 万円の管理費債権を保全するため B の債務者 C に対する500万の金銭債権を大行使するというんですね。まあだから A は B に対して200万払ってくれと言える。一方そのね A200 万払うべき B さんは別の C さんに500万円払えと言える。で結局だからここから500万をね、A、C から回収すれば 200万を回収できるという段取りになるはずなんで A はこの500万円の債権を代行し AB に代わって行使するというような債権者代権というのはあるんですね。で債権者代権という制度で考えていくならばこれ結構細かいかなっていうことなんです。まあね管理業務駐車試験といえばね債権者代権なんかね毎年出てるじゃないかと。 当たり前に出てくるよっていうテーマではないですよねで民法の世界でもねもう債権者代権知らない人はいませんとかね、えー、こんな有名な制度ございませんとかいうようなものではございませんだからテーマとしては細かいかと思うんですねただ今ね債権者代権という制度がありますと、えーまあ、A さんは B さんの債権をね代わりに行使できるんです代わりに行使できるんですということなんですね だとすれば例えば1番なんですよ A が自己の権利として行使することは認められていないってさって感じでしょいや民法が A に対して代わりに使っていいよって言ってるんです <laughs> どっこい A さんの権利ではないっていやちょっとおかしいんじゃんって感じでしょだからこういうとこなんですね我々がやっぱりね皆さんに対してですねうんと思っちゃうとこそういうとこなんですよ 何かかというと、いいうテーマししては細かいくもしれないでもねいやこれおかしくないっていうねいわゆる我々が「リーガルマインドって言ってるやつですええー、しっかり学習した皆さん」まあ法令、ね、例えば民法とか区分法そうですよ法令についてねええー、しっかり学習した皆さんは何かこれおかしくないかなって実際それおかしかったりするんですね。だから何条にどう書いてあるか民法の条文のね 何条ににどのように書いててあるかとかとではなくてそういう機械的な、ねえー、単純知識じゃなくて「いやこれおかしくないかなって」というようなものが来た時に「ええー、おかしいでしょ」うって判断できる、ねまあ。という方がどれくらいいるかっていうのはちょっと読めないんですねこちらはね。例えば一番なんかもね「いやおかしくない」って。ね、えっ、ー、と債権者代権という権利。 再建者に認められた権利であるとだったらこれ自分の権利なんでしょとピンときてもねいやでも民法の規定はもしかしたらとか、ねえー、もしかしたらね民法の規定では代理人として交渉しなければならない、えー、代理人としてね行使、えー、しなければならないそういう規定があるのかなとかね、えー、思ってこれね丸ししゃう方ももいらっしゃるかもしれませんまだその辺り読み切れないんですよ。ねえー、っとですからねそのテーマが細かい。 だからこれは難問である皆さんが間違えるのかもしれませんしねテーマは細かいだから民法の世界で行くならばこれは難問に分類されるけど皆さんできちゃってるじゃんっていうテーマかもしれませんしテーマ細かい皆さんできちゃってるはずなんだけど深みすぎて間違えるとかいうテーマかもしれない本当読めませんね。えー、ですからそういいっったデータが揃ってみないと まああのねいわゆる合格基準っていうのは何点になるかとわからないんです。でデータが揃うまでね、まあ、若干2週間ぐらいかかってしまうのでねえー、っとまあもう少しね、えー、合格基準っていうの発表というのはもう少し、ね、2週間ぐらい後になるかなと、えー、いう形なんです。うんまあ、というわけなんでね20日ぐらいになっていくのかなと思っといてください。まあそのデータを揃えてねでいろいろ分析をした結果、ね、皆さんに、ね、お伝えしますので、えー、そんなふうにねお待ちいただけると思います。 さて、法令なんですけど今申し上げましたようにえー、っとねこれ細かいものもございました確かにね、えー、ただですねやっぱり、えー、私がねまああの解きました印象でいきますとうーんそんなになんていうのかな悩むというのはあまりなかった気がします、えー、悩むっていうのはねこれどっちにしようかなってねああでもないこうでもないって悩むんじゃなくてもう簡単に言うとねこれわかんない知らない,いパース あこれ OK, OK とかねいうような感じで割とメリハリがついて解けたんじゃないかって気もします。で分かるものってねズバリあこれ正解者」とか、えー、分かるものはあったと思う。まあですからそのレベル感でいきますとねえー、っと他のですね、えー、標準管理規約ですとか設備系でいきますとねまあ結構ね厄介なものがあったと思います。<laughs> 私もほらあの別にね自分が えー、法令を担当するからね、そこだけしかやってないわけじゃなくて、ね、もういろんなとこね、まあすべての五十問ね、空いてる問題全部ね、検討するってやり方でやっていきましたんで、いろいろ見ましたけど、やっぱり厄介なものがたくさんあったと思います。ただ法令系です。あの、えー、問いの一から問いの五は民法でしたね。で、九、十、十一あたりが区分法と民法相互問題と言えばいいのかな。あの、いわゆる対能管理費のね、対、えー、能管理費に対する。 対応、これが三問連続できましたね。それから、問いの三十二、三十三、三十四、三十五、で飛んで三十七とかね。まあ、これで区分法で。でもって、まあ、判例の問題があったりとかね。え、四十一番が釈地釈買法で、四十五番が宅建業とか。で、全体十六問ぐらいでしたね。まあ、去年から行くと、若干減ってます。あの、問いの六番までがね、民法というのは定番だったんですが。えー、今年は問いの五番で民法。 終わっっちゃってますねまあ6番から表あの標準管理委託契約書ねこっちが入っちゃって,き,てきちゃってるんでまあですからちょっと1問減ったりとかねしておりましてまあ法令に関してはですね民法法法ととかかか区分ままあそういっっったた令は若干数減っちゃったかなって気がします、えー、だからといってねじゃあウエイトが低くなるかっていうとそうでもなくってやっぱり民法と区分法が根本にあっての 標準管理契約だったり標準管理契約書だったりするんでねやっぱりこれは大事だと思ってます、えー、さあそんな感じでね民法と区分法、ね、まあその点につきましてはねうんそんなに何これっていうものはなかった気がしますただからもちろんえらい難しい問題もありましたよもちろんね大ねこれあの裏通りのもねえらい時間かかった問題もあったんですが全体だからかいくとですね えとそんなに、えー、まあねなんだ厄介だ厄介というかね、えー、わけわかんないよっていう問題は多くなかったかと思います、えー、ただあの例えばねまあ,あの問いの十番あたりがですね厄介だったかなと思いますよ、ねまあ、問いの十番りねまあの番こういうのがありましてねえー、っとまあ滞納管理費の、ね、問題対応、ね、民事訴訟によらない法的手段 民事訴訟によらない法的内容証明郵便による督促してらない督促調停奨学訴訟でもちろんねえー、っとですね、まあ、1番とか2番とか4番ねあのテーマ自体はよく聞くんですよ。<laughs> まあテーマ自体はよく聞くんでございますがということね、えー、ただ内容はやっぱり細かかったか気がします。まあ例えば4番なんかもそうね60万に限定されるため。 えっと制限いかに分割したとしても利用できるかできないかね、えー、ここまでの知識はちょい細かいかなっていう感じですよね、えー。あとこれ申し立てなんかもそうね謝礼督促も、ね、誰にやるかですよね誰にやるかってね,ねえー、っとね裁判所に申し立てるとかね、えー、いうところで、ねえー、こういうところねまあそのたりですね、まあ、簡易裁判所に申し立てる。 まあ会裁判所が担当でしたからねっていう感じえー、だからこういうとこねちょっと細かいかなってねそういうことねで書記官がね支払い命ずるということでまあということでねなんかこの誰に対して、ね、やってどういった手続きするかってねまあちょっとね、えー、テキストなんかで読んで過去問なんかではねまああれちょっと待てよと言ったような知識が出てきてしまってるかなと思うまあですからこれもうごめんなさいね今ね 本当にあのねえっ、ー、とこうじゃないのって言いたいところがございますが今ね、えー、私ねえー、あのまるか×かね言っておりませんえー、どっちが適切かとかねその話をしないでまあだからちょっとごすいませんここはちょっとねあの正解し番号言えないんでねえー、それは言えないんで本当に私もね心苦しいんでございますが、ねえー、なんかちょっとね細かいとこ聞いてきてるよってこういったものもあってあと一あたりがね悩んだかなって気がします。 あれどうするのって感じねただそれ以外につきましてはそんなにねえー、っとあれこれ内部ようなものもなかったかと思いますあとはねえー、っとまあこれちょっと開けませんけどね時効の問題なんかもねボーンときましたよねであのね更新とかってね時効の更新とかってねもう改正民法に関する表現が普通に使われるようになってきましたね、まあ、ですからそういったね改正点につきましてまあもうね2年前になりますからね最新とか言いたくはないんだけど 改正につきましてはねちゃんと視野に収めた学習をしている方は、まあ、法令につきましてはね何だろう、えー、そんなに苦しくはなかったという気がします今年のね法令はね厄介な問題多くてとかねえー、いうことはなかったかと思いますまあただはもちろんねここは、ね、基本的なところをしっかりやっているかどうかあとねうんマンション管理士の試験ネタがありましたねまあですからね、えー、これは我々 あの講座なんかでよく申し上げるんですが管理業務主任者試験だけの合格を目指している皆さんもやっぱり試験対策としてはね力試しなんかも含めましてマンション管理士の試験なんかもやっておいた方がよろしいですよって申し上げて、えー、今年もそういったような問題がございましたまあですからね、えー、そういったような対応をなさっている皆さんにしてみればね、まあ、もちろん皆さんはね えそういったいわゆるマンション鑑賞試験なんかも試合に収めた過去問演習をしている皆さんねあれこれマンション管理士の試験で見たことあるんだよっていう方多分いらっしゃないと思うんですまあそういうのはね我々の役割であってねえ皆さんそういうやってる皆さんはあれどっかで見たことあるなこのネタとかねえなんかね過去問演習やった時に何かこれ見たことあるなってねえいうような印象の方いらっしゃったと思うでおそらくそういう方ね えー、管理業務主任者試験の過去問だけではなくてマンンション解消過去問ね、えー、視野に収めた方やっぱりそういう意思を持った方もいらっしゃったかなと思いますだからね何とは何だろうねやっぱり、ま、管理業務主任者試験とマンション解消試験ね、えー、ちょっと接近性があるかなという気がしますさあで、えー、今後ですねまああのね、えー、じゃあね何でしょう今後っていうかね何でしょうあの若干この法令がね えまあ数は問題の数はねまあ少し減ったんでえ何でかだと今後減らしていくとかねそういう話があるのかなとことは多分ないと思うんですよえだからねいわゆるねそ民法のウェイトが低くなったとかねえ区分法っていうのはね社会的にもね価値がなくなったってことでないと思いますもうこれからもねえ皆さんがね合格なさってね実務に使われた時もやっぱり民法と区分法っていうのは根底にありますからえ契約とかねあとは規約とか そういったもの根底にあるのはやっぱり民法と区分法なんです。ですからね数が少なくなったんで扱いが軽くなるとかねいいことないと思います。でも実はこれから今ね培った学習ねその内容についてをしっかりと確認をしていただきたいかなと思います。というわけでね私の方はねまあこのぐらいしておきましょうかね。だからね何点とかね申し訳ありませんが法令につきましたね。そんなに えー、厄介なものは多くなかったんじゃないかということだけをねお、えー、話をさせていきます。うん、まあそんな感じで、えー、ねこと今日のねまあ法令についてお話をさせていただきましょう。まあいずれにしようね皆さんね、えー、これ試験ね終わった皆さんねお疲れ様でございました。まあ今日はねもうゆっくりお休みになっていただきたいと思っております。えー、さあそれではね、えー、私のお話は以上とさせていただきます。皆さんお疲れ様でございました。